ルッチェーロ一世は、プリアカラブリア公及び、シチリア公。ルッチェーロボルサと呼ばれるが、ボルサとは、財布の意で、小さい頃から金感情が好きだったためについたあだ名と、言われる。プリアカラブリア及び、シチリア公、ロベルト・イル・グイスカルドと、その二度目の妻、サレルの公グアイマーリオ四世の娘シュケルガイタとの間の、長男として生まれた。父ロベルトには、 最初の妻との間にボエモンとエマの一男一女がすでにいたが最初の妻とは近親結婚を理由に婚姻無効としサレルの子を女のシケルがいたと結婚した。シケルがいたは戦場でもロベルトのそばに突き従っていたという。1073年父ロベルトが病に倒れた時母シケルがいたはルッチェーロボルサを後継者としてノルマン騎士らに認めさせた。 この時イボアニ・ボエモンはその場におらず、反対したのはイトにあたるアベラルドのみであった。ただしこの時はロベルトは、病から回復した。1085年、ギリシャ遠征中に、父ロベルトが死去、同じくギリシャ遠征中であったルチェーロはイタリアに戻り、皇位継承を認められた。これに対しイボアニ・ボエモンは反旗を翻したが、オジルチェーロがカラブリアを見返るとしてボエモンとの、 仲介を引き受け、ボエモンにもターラン登場とすることで反乱は収まった。その後も反乱がしばしば起こり、その鎮圧の見返りとして、オジルチェーロ及びアニ・ボエモンに、たびたび領土を譲渡することとなった。1111 11年、唯一生き残った未成年の息子、クリエルモを残し死去した。フランドルハクロベール一世の娘アレーヌと結婚し三人の息子を設けたが、 成人したのは、バッシ、グリエルモだけであった。アレーヌは、ルッチェーロ・ボルサの死後、グリエルモの殺生となったが、1115年死去した。ありがとうございます。